東口町合出坂戸駅は、福岡県か谷郡か谷町大和坂戸にある、九州旅客鉄道家 C 線の駅である。駅番号は JD12。1985年まで当駅から勝田線指名駅への貨物支線の旅石支線が、分岐していた。相対式ホーム2面2線を有する無人駅。2019年度の1日平均乗車人員は673人で、ある。 国鉄時代は、田園地帯で、人家はまばらであったが、元の海軍炭鉱の旧国鉄締め工業所へ向かう、旅石支線の分岐駅で交換設備も使われ、旅客列車の交換も朝方に残っていたので、職員の配置があった。自動化の開始で無人化され、地元の高校生等が集まっていたりし、以前から使われていた木造駅舎は火災で消失。 旅石支線廃止後線路は残っていたが、2010年、五路線路撤去と整地し、線路時期は道路とされ、坂戸集落から繋げられ、出入り口と仮設駅舎が置かれた。それ以前も、線路時期を通り抜け駅舎のなかった方から、多数の乗客が出入りをしていた。すでに廃止されたが、北側の本来の駅舎の出入り口側に、円形の管がくにゃくにゃしている工場のような建物が、 見えていたが、旧国鉄締め工業所の坂戸建港の跡地に作られていた九州鉱山研修センターであった。公道での事故の訓練を行う施設で、最寄り駅であった。ホームから南側を向くと、旧国鉄締め炭鉱跡,跡の片山を遠望することができる。か谷町の南端部に立地しており町の中心部から離れていることに加え幹線道路から離れていることも、 あって、駅周辺は、田畑が多く人家はまばらで、駅も無人化されていたが、2000年代から資金に大型商業施設が進出し状況が一変している。大規模商業施設の他にも近年マンションや一戸建ての住宅が急激に増え、駅の利用客も数年で倍増し、2006年に駅員が配置された。2018年より、 かす町坂戸駅南と地区画整理事業が始まり、現在、駅前広場、新駅舎建設、公園、マンションや小建て住宅などを整備中。廃線、ありがとうございます。